よし、ロレンツイルマニフィコですよと。まあ基本ゲームプラス上級ゲームっていうのを混ぜて今回はやっていきます。拡張は入れないですと。まあね、これのね、僕は裏面がちょっと感動して、多分ボードゲームの盤面の裏面史上、あーかっこいいね、ベスト5に入れれるかもしれへんね。いいですね、うん、っていうのもありつつ、まあ、これは何かというと、2人用やったらここのスペースは2人出すの使えはないので、ね、これもよくできてるよね、この絵柄と合体するんだよね。そうそうそう、っていうのがまあよくありまして、でまあワーカープレイスメントのボードゲームでございますよっていうところなんですが、うん、こいつらがワーカーです。各自持ってます、はい、僕青、山田さん緑で4体あるんですね、はい、でワーカープレイスメントの多くのボードゲームはこうワーカーを増やしていけたりするんだけど、はい、カラーズオブパリとかもそうやったと思うんだけど、うんうん、もうこれは増えないです。そう、4体のみで頑張ってくださいねって話になってます。でまあ何をやっていくかっていうと、まあ僕らは貴族なわけであって、うん、まあいろんな領土を広げたりとか、いろんな人とちょっと関わったりして、まあなんやかんやして、まあ得点を稼いでいくゲームになっているんですね、うん、でこのゲームは3ピリオドあります。ピリオドっていう単位が出てくるゲームは結構重いゲームになってくると思ってください。1ピリオド、2ピリオド、3ピリオドやったらゲーム終了で、1ピリオドは1ラウンド2ラウンド、2ピリオド目の1ラウンド2ラウンド、3ラピリオドも1ラウンド2ラウンド、つまり6ラウンドやりますっていう話でございますわな。でどうやったら得点になるんですかって話からちょっとまずいきますと、基本的にこのカードを取っていけば勝ちになります。カードを集めていくゲームなんですね、うん、大きく4種類のカードがありますと、うん、緑色のカードは領土を表します。領土を集めれば自分の領土を拡大していくっていうイメージですわな、うんうんうん、はい、で青色のカード、これは人物、その人らと接点取ってったみたいな感じ、うんうんうん、でこの黄色は建物、自分のエリアの建物がどんどん増えてったみたいな感じ、うんうん、でこれが事業ですね。そのうちの貴族としてはこの事業を始めていきますよみたいな感じ、うんうん、で各カードは6枚ずつ持っていくことができるのね。マックス6枚まで集めることができます。で集めれば、まあ、この辺は拡大再生産とか言ったりするんだけども、集めればそのよりコストを安く買えたりするのよ、そのカードをね、まあ、ざっくり言っちゃうと。なるほどね。で何が得点になっていくかっていうと、各ラウンド4枚並べられます、うん、4枚並びます。で2ラウンド目も4枚並びます、うん、そしたら1ラウンド目2ラウンド目でこれ2って書いてるでしょ、2ピリオド目が始まりましたよって話、うん、同じようにで3ピリオド目に繋がっていくって感じで、まあ山田さんも勘いいから分かると思うけども、3ピリオド目になるほどまあ強力なカードが出てくるよって話ですわな。でなんですが、緑のカードはここです。自分の書くボロがねえけど、ここ、はいはい、この緑のカードのところに左側に並べていく、で6枚まで並べられるんですよ、うん、なんですが6枚持ってればこれが勝利点マークなので20点になってくる、うん、2枚目まだ得点にならへんよって話ね、集めれば集めるほど得点になる。でこのマークを覚えておいてほしいんだけども、矢印に線書いて、これはゲーム終了時に得点入りますよって話のマーク覚えてください。はい、これは6枚集めれば20点になる、集めれば集めるほど得点で、あとこの人物カードはここに並べていくのね。へここあるでしょ、うんうん、に6枚まで並べれるんだけども、うんうん、人物カードはここ見てください。1枚やったら1点、うんうん、6枚持っても21点になる。とにかくカード集めれば集めるほど得点になります、うんうん、はい、え、じゃああとのカードはどうなんですか。得点書いてないですけども、それはこれですね。これはゲーム終了時に5点になるし、うんうん、このマークね、うんうん、4点になるしって話。でこれちなみにカードはピリオドごとにシャッフルしてる。なるほど、ね、うんって感じかな、はい、だから出てくる順番はゲームごとに違うよ、はいよ。でこいつは得点ならんのかいなって話だね。なりますと。なるんだ。なるんです。こんな感じ。うーん、これは見てほしいねんけども、この雷マークも覚えてください、はい、これは即時その場で入る得点、はい、だからゲットした瞬間に入ります、はい。でこの各カードは全部上半分と下半分に分かれてます、うん、これは即時効果、雷は即時効果、うん、その場で、うん、こっちは永続効果、ゲーム終了まで続く効果っていう覚えてください。ずっと、だから得とけばいいことが起きるんですわ。なるほどね。だからとにかくカードは集めれば集めるほど得点になると、はい、あともう一個得点になるのが、
これ資材がいろいろあります、うん、お金であったり木材であったり石材であったりあと使用人人ですねがあるんですけれども、これはここに書いてんねんけれども、トータルで5個何でもいいからどの種類でも適当に5個組み合わせたら1点になると、なるほど、ね、何でもいいから10個持ってたら2点になってくると多数切り捨てね当然、はい、うん、ぐらいかな。得点はあごめん、あともう1個得点があった。得点源がここ軍事力っていうのがあるんですけれども、はいはい、軍事力がでここで表します、うん、得点はここね外周ね、うんうん、軍事力がゲーム終了時に高かった方、1位やった方が5点入ります、うんうん、2位やった方が2点入ります、うんうん、今回2人だからどっちかよね、うん、ぐらい得点源としてはそこです、はい、はい、になっていますよっていうところですね。で、じゃあまず準備やっていきましょう。マーカーが4つあるので1個ずつ置いていってください。はい、ここですね、はい、まず得点のところに置きますよと、はい、で、軍事力のところに置いてくださいね。最初は0ですね。はい。で、ここが何やったかな？これ何？進行点。うん、進行トラックと言われるところですね。で、最後が手番順になってます。手番順は、ワーカープレイスメントが基本的には先手の方が有利なので、どうぞ。うん、僕2番手でいいですよ。でも山田さんもお察しだと思うけども、この手番順は入れ替えることができるからね、うんうん、一旦これでいきましょうというところです、はい、はい。ではゲームの流れを説明していきたいなと思います。はい、はい、各ラウンドは4つのフェーズによって成り立ってるんですけれども、うん、まずゲームの開始としてこの4枚を並べていきます。うん、こんな感じで、はい、ね、OK、あ、先に配るもん配っとこうか。最初は木材2個持ってます。このでかいのは5個分を表すので、ちっちゃいのを表しとってくださいね、はい、木材2個、石材も2個、ここが置き場やね、木材置き場ね、はい、で、使用人駒が3個、はい、3人3個で、お金はスタートプレイヤーは5円持ってます。1、2、3、4、5、2番手は6コイン、1、2、3、4、5、6持ってますよという感じですね、うん、でプラスこれねボーナスタイルっていうのがあるんですけれども、はい、これ向きがまああるんやけども、基本ゲームは一旦全員この向きで統一してください、うん、能力がちょっと変わってくるので、うん、でここにセットするカシャンカシャンって感じで、そうで、OK ですかね。はい、でカードも並びましたよと。でワーカープレイスメントのゲームなんですが、基本的にワーカープレイスメントのゲームってどこに置いてもいいんです、うん、多くは。ただこのゲームの面白いところがワーカーの強さっていうのが決まるんです。それどうやって決まるかって、これで決まります。これをまずラウンドの最初に振るんですよ、うん、そしたらこういう風に並べますね、はい、そしたらね、あ、これこうなのよ。あ、なのか、はいはい、そう、こいつは2の力持ってんの、黒色のやつは、白のやつは5の力、こいつは4の力持ってます、うん、ただこいつはサイコロ関係なく0なのね、力としては、うんうん、っていう風に毎回ラウンドごとに決まるわけ、はい、したらここに置けるの分かる？なんとなくこの枠のところにワーカーを置けるんですよ、先手からね、うんうんうん、で
なんとなく分かると思うけども、こいつは2の力持ってるから、うん、どこに置けると思う？2以下、うん、となるとここしかないのよ。うんうん、ここ1でしょ。全部1357、ね、そう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 、わかる？うん、うん、に置くことができるのね。7のサイコロすごいな、初めて見た、うん、そう、ここ7になってます。7ってないからね、後で説明します、7の仕方は。はい、はい、なので1357になってますよと。で置くことができます。で置いたらそのカードを得て手番終了、うん、で1個置いて、なんか4つずつ置いたらワンラウンド終了っていう感じだね、うん、はい、になってます。で7の作り方、これです。これがブルゴーニュにちょっと多分影響を受けてんねんけども、この使用人を1人捨てたら、うん、こいつやったら3になります。ほう、そんなんあったっけやばいな、覚えてるわ。そう、OK、1個捨てたら、1個捨てたら7になる。違う、1個捨てたらプラス1。ああ、そういうことね、うん、サイコロが、うん、だから7になることがあるってことね。そう、だから3に4つ捨てたら7になるし、6やったらプラス1になるしって感じ。いや、こちらも3人しかおらんもんな、最初はね。そこ増えていくの、うん、理解、うん、何個使ってもいいです、1回にね、うん、だからこれがあるわけです。分かってないな。分かってないな。これを3個捨てたらどうなんの？これの力は。3。うん、そう。あ、そういうことね。うん、こいつらはもう決まんのよ、これで。はいはいはい、こいつは常に0なんよ。あ、でも難しいな、それちょっと使うの。でも1で置けるところもあるから。うんうん。理解？理解はした。うん。当然やけども、4つ置き切る方がアクションたくさんできるからね。そりゃそうやろな、うん。ここまで大丈夫？一旦。うん。っていうところになってます。ではここからもっとややこしいお話をしていくんですけれども、ややこしいと言いつつも、まあじゃあ自分の手番になりました、あとワーカーを置いていくわけですわ、1個な、うん、そしたら例えば黒やったら2以下やからここに置けるわけやろ、うん、例えば俺が先手やとした場合、うんうん、どっか置きました、うん、ここに置いたら、あー、まあ、これを得ることができるわけですわな、うんうん、で左から並べていくと、うん、でここに書いてるでしょ、即時効果やから木材1個もらえるわけですわ、これを得た時点で、はいはいはい、うん、でこの下のやつは後でこのアクションをした時に3個もらえますよって話なのね、うん、持っとけば、これは後で説明します、うんうん、まあ他もそう、とにかくこの雷マーク真ん中に描かれてるのは即時で入手できる何かしらや、うん、うんうん、ここやりました、人物のところで人ね、うん、そしたらこの左上に書かれることも後で出てきます。この左上に書かれてるときはこれ置くプラス2円払えやボケって話なんですわ、これ多分、うん、ピリオド1やから書かれてないやろうけども多分出てくるとは思う、ね、知らんで、知らんけどな。オッケー。でも結構取るね、普通にお金 4円も取られちゃう、それ。そうね、そうね、でもゲーム終了時に4点になるしって話だね。そうそうそう、これやったらば建物書いてるでしょ、建物は、あ、資源をその分払わないといけないですって話やから2円と、2木材を払わないといけないわけですわな、それは。理解ですか？はい、はい、で取ったら左から並べていくっていう感じです。で、まあ、この辺は大丈夫やね。でこれを取ったら、じゃあこれから説明していくね。領土、うん、領土のカードですよと。領土、このここの領土が広がっていくわけですわな。領土取りました。ここまではいいねんけども、3枚目からこのマークわかる？371218って書いてる、うんうん、この盾と剣のマークは軍事力を表してるわけ、ここね、はいはい、領土拡大やからイメージ的には軍事力がないと拡大できないわけですわ、うん、この辺りがね、ルールとしても僕は美しいなと思ってたんですけど。確かに。だから、これを得るためには、自分のが、ここに書いてるでしょ？そう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 、そういうこと。ただし、減ることはないです、これ。はい。見えてれば、どうせ隠れていくので、その時点で3あればいいって話。後から減っても大丈夫。これが失われることはない。その時点で7あればいい。その時点で10にあればいいって感じ。うん、っていう感じですよと。軍事力が必要です、領土を拡大するためには。
はい。で、まあ、建物は言ったね、コストがかかってきますよ。その、だ建物は絶対的に得点が入るんよ。その時点でね。うん。うん、っていう話になってきます。で、建物のこの歯車マークあるでしょ？うん。歯車マークは永続やねんけれども、後で生産アクションっていうのをすれば、うん、その効果を発動できます。うん、領土は収穫アクション、斧の方ね、うんうん。うん。っていうのができますよ。うん、それ後ほど説明します。うん、はい。で、ですね。あ、そうそう。ちなみに、ここの上のとこ、57のところ、うんうん、A が書いてるでしょ、うん、これはギザギザマークなので、置いたら、その時点で1円入るなり、1軍事力上がるなり、ボーナスが入りますよ。その分、まあ、5とか7やけどねって話。うん、そう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 。っていう話です。で、そうね、領土ぐらいでね、軍事力が必要になってくるのが、カードを得るためには。うんうんうん、で、この、ここって塔のエリアやねんけども、塔が立ってるでしょ、うん、があって。塔の置くときのルールがあります、うん。はい。それは、まず、自分のか、4つの塔があるでしょ、うん、?4 つの塔あるんですが、同じ塔に自分のを2個置くことはできないです。うん、ただし、こいつは色なしと考えるので、これは可能です。OK？ はい。はい。で、もしくは、これは置くことができないっていうのがあります。で、これ一族駒っていうねんけども、一族、自分の一族やねんけども、一族を置かれてました。山田さんが置いてました。うん、はい。で、この時に、俺がこの塔に置きたいなってなったら、うん、3コイン払わなあかんの。うーん、覚えた ?3 コイン、うん、うん、なんでなんでそのワーターの奪い合いやからやな。ここはプレイスの奪い合いやからやな。その方がシビアになるからやな。3円、なんで3円なん。いや書いてるから。ああ、ただ3円なだけな、うん、どこに置いても3円なの。そう、誰かのが置かれてたら。だからこれ厳しいのが、誰に払うの、相手に払うの、うん、うん、ストックに、ストックに払うの。そう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 、理解ですか。うん、うん、この場合でも3円かかるからね。俺のです、うん、3円かかる。ああ、3円かかる。とにかく2個目、同じ塔で2個目以上のが置かれるんやったらば3円払ってください、ストックに、はい、っていうことがあります。はい、で先払いですと、うん、ただし今極端な話、1円しか持ってませんでした、うん、ね、でここに置きました。そしたら2円入るやん、うん、での3円はダメです。あ、ダメだよ、うん、これは置く前に3円払わなきゃいけないやつやから。なんかいけるやつあったよね、そういうゲーム。そうそう、あるがこれはダメ。これはダメだよ、うん、ただし、ただし、出世払いダメなんや。置いたとするやんか。そしたらここで石材2個入るやんか。うん、で、石材2個がコストでかかるやつとか多分あると思うんだよな、うんうん。その場合の払いは OK。これは置くための3円やから。わかる？言ってること。先にお金払ってから置く。で、置いてからコスト払うってことやんな。そう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 。そういうこと、そういうこと。置くための3円はマスト。2人、はい、2つ目以上はね。はい、うん。で、6枚ずつまでしか置けませんよって話ですね。はい、はい。マークは大丈夫かな？まあ大体。これは5軍時点。はい、これ勝利点ね。これ何でしょう？なんだろう。ああ。進行点。なるほどね。これは 何が意味があるんだっけ？進行点。まだ説明はしてないです。あ、よかった。安心してください。ずるすぎるやろ今の質問。これなんでしょう。知らんわ。で、この巻紋マークあれでしょ、うん、これ巻紋は評議会からの恩恵という、ここ評議会やねんけども、うん、評議会の恩恵というものを得られますと、うん、恩恵って何なんですか。これですね、 1恩恵はこの中から1個選んでいいよってお話、ね、うん、はい、OK？ はい、まあ、基本的にはここに置いていくですが、はい、あ、こっち説明していこうか。市場エリアありますね、うんうん、ここはもう色関係なく何個置いても、何個置いてもって1枠ずつしかないんだけども、自分の色2個置いてもいいですよ。
はい、1以上やったら置けます、うん、置きやすいですね。めっちゃ簡単、5辺もらえるし、うん、5使用人が5もくれるんや、うん、このでっか使用人とちっちゃ使用人がおるからね。それはどういう意味なんですか。これが 5人分、ね、1人分 OK、うん、これは分かりやすいよね。はい、はい、でこっちも置こうか、こっちも説明しようか先に、うん、ここは何個でも置くことができるんですが、左から置いてってください。こういう風に置いた順に、うんうんうん、でお察しの通りやけれども、置けば1恩恵もらえるわけですな、うん、でプラス1円もらえます、うんうん、でさらに 1,2,3 って決まってるので、次のラウンドでのこれが決まるんですわ。なるほど、置いた順によって。はあ、はい、でこれはあくまで何個置いてようが、この間のあのマンダラじゃないけども、何個置いてようが関係なく、とにかく早く置いたもんが勝ち。なるほどね。俺が2個置いてて、あんたが1個置いてようが、数は関係ない。とにかく早く置いたもんが次のラウンドで1番手になれる。はい、うん。っていう話になってきます。大丈夫？はい。うん。スタートプレイヤーをいずる方法ね、こう、うん、うん。で、さらに、ここです。あ、これね、さっきの言ったことね。1使用人がサイコロの命を1個増やせますよってお話。で、ここです。収穫と生産アクション。収穫からいきましょうかね。収穫は1以上で置けます。うん、で、自分しか1枠しかないので置くことができないですよ、うん。で、置けるんですが、置いたらどうなるかっていうと、まあ、例えば収穫をこうバーって持ってたとするやんか。いっぱい入ってるやんか。うんうんうん、したら、まず、ここ。はい。に、111って書いてるでしょ、うん、これをまずもらえます、うん、1使用人1石材1木材がもらえるわけですわな、うん、はい、プラスカードがいっぱい、まあ、何枚か並んでるやんか、うん、これは1以上で置けんねんけども、その置いたパワーによって変わってくるわけ、うん、例えばこの4枚置いてたとします、うん、ね、でこの4枚ここ自分の手元に置いてたとした場合やで、うん、でこれを置きました、こいつの力って今何ですか。え、こいつの力、こいつの力、うん、どこになんて、これを今4枚自分が持ってました、うん、こいつの今の力何、今の力何、何を聞かれてんの、どういうこと、これは何、ダイスの出目で言うと白、4、5、うん、そう、あ、うん、このゲーム大丈夫、ワーカープレイスメントやけど、ワーカーの強さが毎回変わるんよ。ほんほん、ここまで理解してる、強さ、あ、5ってこと、そう、うん、これがだから、え、ここに置いて、あ、一旦まあいいわ、むしろこれの力は5っていうのは理解してるはいはいはい、うん、でこれが置ける選択肢で、じゃあまずどこ、今5から下、うん、だからここ以外は置けるってことやな、うん、うん、基本的には、うん、そこは分かってれば大丈夫、うん、でこれで置きました、うん、この状態でね、うん、これ5ね、5ね、うん、で今これが全部並んでたとする、自分の手元に、うん、OK、うん、したらここがまず発動できるわけ、これは1以上の力のものを置いてれば発動できるわけ、なるほど、収穫これ全部じゃなかったらいいってことだよね、そうそうそう、だから0は置かれへんもん、あ、そっか、うん、ここまで OK、はい、うん、でこれが4枚手元に並んでました、うん、はい、したら置いたのって5なわけやろ、うん、5置いたわけやんか、うん、まあ、これ置いたってイメージやな、うん、したら収穫発動、収穫できるわけです、うん、こっから自分の領土から、うん、4枚あるけれども、どの3つが発動できる、収穫できると思う、うん、下は永続効果なんです。収穫、うん、できる。今、うん、イメージしてここを自分の持ってる領土なんですわ。はいはい。な。で、まあ5の力でこいつもう結構強め、うん、強めな人、人、はいはい、人よこれは、はあ。うん、収穫頑張りますって言ってやれたわけですわ。じゃあこれ？3枚あんねん。あ、どれを、え、1枚だけじゃなくて、もう全部、うん、いやねんけども、これは収穫できへんねん、6だから、そうこれとこれとこれができる、収穫できるわけ、
な、いくよ。5置きました、うん。これが並んでます、手元に。うん、じゃあ収穫します。はい。まずここは収穫できるわけやな。うんうん、で、さらに、はい、5以下なので、はい、木材3つ手に入りました。はい、軍事力2入りました。石材1入りました。5以下なので、石材2個入りました。でも残念、6は置いてなかったので、恩恵は受けられませんでした。って話。ここにいなくてももらえるってこと？どういうこと？あ、ここに置いてるやつは、ここに来るんか。だけど、ここにいるやつは、ここができるってこと？そう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 、これここに置くのはこのカードを得るための選択肢。なるほどね。オッケーオッケー、理解した。ここに置いてなくてもここでこれの資材とかをもらえるってことか。ここにあればね。ん？あ、このカードがここにあればの話？うん。オッケー、理解。ちょっと不安やな。もう一回言っとこうか。いけんで、分かったね。だからあれやろ、ここに例えばさ、ここはまだ誰のものでもないのよ。さっき取っとくんやろ、もうこれを、うん、例えばこう取っといて、うん、でここに置いたら、うん、これのコストとこれのコストがもらえるってことやろ。そう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 。ただそのサイコロ以下であることやで。うんうん。先にだからこれを持っとかなあかんねんなってことに、うん、ね、イメージすると分かりやすいと思う。ほんまにここは自分の土地なんよ、領土なんよ。ここ誰のものでもないから、当然やから収穫なんかしたらあかんのよ、こんなところ、うんうんうん、そう、自分のものにまずしてこないからあかんから。あー、なるほどね、オッケーオッケー。なのでここに置くときは数字のでかいのを置けば全部を基本的にはできるわけや、うん、理解？一気に、うんうん、オッケー、はい、はい、と同時に建物まあ何かしらの生産をしてくれるわけ、うん、こっちで一緒、長屋は一緒、うん、生産アクション。ただ生産アクションはこれです。じゃあここでこれね、この4枚が今手元にあります、僕の手元に、うん、ここに並んでました。はい、じゃあ例題いきましょう。これを置きました。はい、生産できるのはこの4枚のうちどの建物ですか。これとこれ、正解。そうね、これは6以上じゃないと発動できへんから、うん、そしたらこれとこれが発動しました、うん、そしたら何が生産されるかっていうと、うん、お金が生産されるんです、うん、何枚、何がこれ、うん、そう、も例えばこれが5枚あれば5円もらえます、うんうんうん、黄色が4枚あれば4円もらえます、うんうんうん、って感じ、うん、これはそのこれを真ん中の得た時に入るやつやからね、はい、理解、はい、ぐらいかな。そう、なのでここも大事になってくる、非常に、うん、うん、っていうのがあります。説明したね、市場ね、うん、説明したね。はい、で4つ置き切る、4つ置き切ったら1ラウンド終了、うん、はい、で次またカードが並び、サイコロが振られ、2ラウンド目が始まっていくというところですね、うん、で2ラウンド目が終わったら1ピリオドが終了するわけやな、うん、したらですね、これまあ波紋タイルと呼ばれるのが7枚ずつあるんやけれども、うん、使うのは1枚ずつだけです。これ1ピリオド、うん、2ピリオド、3ピリオドのやつやねんけども、うん、じゃあ今回ちょっとランダムで1枚使うね。何でもいいねんけども、これほんまにランダム、なんか毎回ゲームによって展開が変わってくるぞというお話です。 OK？ うん、はい、じゃあ今1ピリオド目が終わりました。ワンツーラウンドが終わりました。したら、はい、ここまあ境界なんですわ、言うたらね、うん、で進行点が非常に大事になってくるわけ、うん、ワンピリオド目終了の時に、うん、このゲームがここすごい俺的には面白いなと思ってんけども、まあ進行点溜まっていくやんか、こうやってさ、うん、でワンピリオド目を表してるわけ、これね、うん、ワンピリオド目終わらせてんねんけども、ワンピリオド目終了時に3進行点以上ないとあかんねん、うんうんうん、ここね、矢印が指してるでしょ、ここね、うんうん、はい、3進行点以上ないと破門されちゃうのよ。破門っていうか、これって全部ペナルティーなのよ、刑なのよ、うん、
お前ちょっとうちの宗教に対してあれちゃうの、信仰足りへんのちゃうのっていうふうに破門されてしまうわけですわ。だからワンピリオド目終了時には3進行点以上必要です、うん、じゃないとこれを食らっちゃいます。なるほどね。はい、2ピリオド目終了時には何進行点必要でしょう。4、うん、で同じように3ピリオド目は5以上必要になります、うん、はい、になりました。じゃあちょっと例題を見てみましょう。今ワンピリオド目終了です、うん、終了時です。はい、したらまず僕からいきます、うん、破門されるかどうかのチェックね、うん、僕は破門されますよね、うん、2進行点しかないの破門されちゃいました、うん、そしたらゲーム終了までこの効果を食らい続ける。ゲーム終了までね、破門は結構きついよ。後で説明するね効果はね、うんうん、はい、山田さんは破門はされないですよね、うん、5進行点あるので、うんうん、はい、安心でした、足りましたが、面白いのが選べんのよ。いや、うちそんなあんたに進5進行点ありますけれどもって選べるわけです、はいはいはい、従うんやったらば、うん、あーもうすいません、もうやっぱあんたのところにはちょっと進行させていただき、進行の気持ちがあるんでというお気持ちが山田さんにあるのであれば、はいはい、この教会を援助するんです。そしたら破門は免れます。ただしゼロに行きます。まだ安心してください、ここに書いてるでしょ。その時点で5点入ります。あ、破門は免れるが、なるほどね。もう一個の選択肢、いい、あんたの、うん、いやもういいです、いいです、いいです、もうあんたのとこなんか援助したくないですってなったら、はい、破門は食らってください、はい、ただキープできます、ここ得点は入らない。これはこっから戻された時に入る得点やと思って、こいつらは OK、ね、これがこのシステムがすごく俺的には面白いなと思った。なんか凡人やと思いつかばんなって思って、ここまではそうです、もうこれで十分やん感はあんねんけどもっていうところになってきます。でね、3ラウンド目、これね、3ラウンド3ピリオド目終了時にはこれの波紋を食らうわけですから、でお察しの通りこれはゲーム終了時のやつやから、なんかマイナス食らいそうな感じするやろ、これ持ってれば持ってるほど的な感じなのがあるので気をつけてください。ちなみに3ピリオド目終了時には超えてようが超えてなかろうが、まあ到達、ここに到達しなかったら破門はされて4点は入るの絶対的に、うんうん、で、で破門された上での最終計算、はい、超えてなかったら、まあ、自分で選んだ上で、戻されてみたいな感じやね、うんうん、とにかくデメリットを取っていくのか、得点を取っていくのかってところやな。なるほど。選べるから、超えてれば。超えてなかったら絶対的に破門。はい。理解ですか？うん。うん。で、またこれでラウンドの手番順が変わるなりなんなりして、うん、2ピリオド目。これはラウンドごとに、なんか6回振るよ、これは。うん。うん、これはゲーム中に3回起こるからね。はい。ピリオドの終了。理解？はい。でカードいっぱい持ってれば得点になる、この資材は5個につき1点になる、うん、あと軍事力が高い方がプラス5点もらえるっていうのがあります。はい、っていうところですね。ご不明点はないですか？はい、はい、じゃあ波紋タイルちょっと確認しておきましょうか。はい、今回出てきた波紋タイル1ピリオド目で波紋されちゃった時には使用人駒やね、これはね、はい、紫の、うん、使用人駒を得るとき、まあ何かしらで得るときには、まあこことかあるかな、うんうん、得るときに1個少ない使用人駒で得る、だからここ見たら4個、地味にきついかもね、どう、うん、どうなのね。でもだって結構増やすからね、だ増やさないとここ置かれへんから ね、結局は、マイナス1食らうと、うん、で、なるほどね、まあこれはちょっと後で説明しようか、まあいいや、うん、まあマイナス1になると、はい、うん、で2ピリオド目で食らうのがこれは何かっていうと事業カード紫ね、うん、事業カードを取るときにこう持ってくるときにあなたはなるほどね、アクション値を4減らす、これってアクション値って呼ばれんねんけれども、うん、これで波紋もし僕が食らってたらこれを置こうとするやんか、うん、したらここに置くときには
こいつは2になんねん。うーん、ここに半分じゃあマイナス4されるん、うん、ここに置くときはね、こっちは関係ないよ。はいはい、ただし、先だけね、うん、マイナス2やからこれを3つ使って5にするとかはできる。なるほどね。これ結構きついと思うで、ここだいぶ取りにくくなると思う、この波紋食らうと、うんうん、で3ピリオド目、これはゲーム終了時に絡んでくることやけども、ゲーム終了時なるほどね、これはそのまま人物カード、青のカードって6枚得てたら20いってるの、得れば得るほど得点なんねんけども、何枚得てようが0点です。やっば、何枚得てようが0点、これはギリ食らってもいいぐらいちゃう。ちょっとあれやな、なんか安いクイズ番組みたいな感じやな。わかるわ、言いたいことはわかる。何億点みたいな。そう、結構きついね。それはやめた方がいいな。これは別にそんなにかなってちょっと思っ、でも永遠に永続的に、そうゲーム終了までやからね、ワンピリオド目に食らうわけやからな。きついかな。いや面白いと思う。でこれを入れます。これが基本ルールなんですが、はい、もう上級ルールがないと多分逆にやりにくいと思う。なるほどね。なんでかっていうと、こういうボードゲームって、まあ、いわゆる見通しがつきにくいって言って、何からしたら変って多分なってくると思うねんな。これがあった方が小目標があるから立てやすいと思うねんな、はいはいはい、でいろいろ効果はあんねんけれども、もうランダムで4、ほんまドラフトして最初決めんの、ドラフトわかるよね、うん、こうカード見せ合って、うんうん、ほんま決めんねんけども最初やからわからんやろ、うん、なのでもうランダムで4枚配ります。はい、見せない、基本見せないです。で1回出せば、でそれが山田さんにさっき送った LINE のやつです。なるほど。で見てもらうと、ここ書いてるでしょ、この窓に書いてるやつは、それこう、このカードをプレイするために必要な条件、窓に書いてんのはあくまで条件、その時にあればいいので、後から例えばその条件が崩れたとしてもプレイしされっぱなしになるから安心してください。はい、はい、でそれを出したことによって得られる下効果になっていきます。あ、この窓が出すプレイするための条件必要なんや、うん、減っちゃうんや。いや減らへん、その時に例えばこれやったら持ってないとダメってこと、減ることはないです。はい、例えば、なんかないか。これとか結構きついんやけども、35勝利点。減るわけではない。その時点で35点あればいいと思う。うんうんうん。理解？まあでも何回目で使うかによるもんね。あ、で、そうそう。で、ちなみに、これ4枚しかもう使うんだよね。こいつらもう関係ないから、ね。はい。うん。ちょっと見た方がいい？そうね、自分のはちょっと確認。あ、言ったらもん。いや、別に言う。わからんもん、もうどうせ。で、このカードは一回プレイしとけば自分の手番であれば、うん、こうやって裏返してその能力下のところを使うことができるので、はいはいはい、でラウンドの終わりにはまた表向くので、何か何が言いたいかって、小目標としてここ目指していくのいかがですかってお話ですわ。最初、ね、いきなり、まあ最終的に得点が高い方勝ちやねんけどもね、はいはい、うん、まあ、ルール説明としてはこれで以上、あとはこれを理解しておけば大丈夫というところですね。発展カード、これが発展カード、ごめん、こっちが発展カード、うん、で5、これは実はどこだ、これか、ちゃうな。でラウンドごとに1回能力とか永続能力って書いてるでしょ、うんうんうん、永続能力はほんまに永続やねんけど、ラウンドごとに1回はその裏向けて1回使えるみたいな感じだから、うんうん、ちょっと違うからね。5枚で対応してダイスの目に、あー、これは強いと思う。ダダでもむずいな、よくわかんな
意味が分からへん、うん、名前が言ってることが分からへん、風が強い、やばい、うるさい、このうん、あなたの色付きの一族コマのうち1個はアクション値6を持ちますって、はい、色付きコマはこれです、うん、こいつは色付きコマではない、はい、のうち1つがアクションじゃないわ、アクション値6ってことはサイコロ関係なく6持ってるってこと？それってどのカード？どこのやつ？フィリッポ・ブラッセレッチ、上から、左の上から、うん、2個目かな、うん、違う、嘘ついた、右の上から2個目、あ、右の右の、それ俺じゃない、あれ、ほんまや、違うわ、全然違うの見てた、多分条件で探した方が分かりやすいんじゃないかな、このカード、お前全部黄色か、うん、僕は誰かの理解しましたよ、これいいやん、まあインスト40分はかかるからまあそれはしゃあないな、うん、レビューとかでも1時間はかかるって言われてるから、評議会の恩恵って何？こちらです、これです、1してますってことは1個増えるってことだよね、これのど何か選べるってことや、1個、あ、1評議会の恩恵は結局これやから、なるほどね、うん、それで進ませるんやったっけ、まあなんかこういうので得るしかないわな、うんうんうん、これむずいな、得るの、そんなバカバカ増えるもんじゃないってことやな、なさそうやな、あ、でもこれか、これ取れば4、あー、本当やね、そう、うん、多分大丈夫、多分大丈夫、でこうやってこう出して使ったらまた戻ってくんだったっけ、これ、うん、いやもう出しっぱなし、あーもう1回だけ使うだけなんか、うん、いやいやいや何回でも使えるよ、ラウンドがこの 1×って書いてるのはラウンドで1回使えるやつ、 1×って書いてないやつは永続、うん、書いてるやつは1回しか使われへん、ラウンドごとに、うん、でももう1回出せばもう条件は達成してるから、その条件いちいち確認する必要はない、はい、ね、はい、まあじゃあトイレ休憩でもしてねそうね、じゃあちょっとカルピスでも作ろうかな、まずじゃあサイコロやっていきますか、はい、ヘボイ、うん、山田さんからなんですが、一応まああと補足ちょっとしておくと、これを持っちゃうと、うん、5と7が×って書いてるでしょサイコロの出目、うん、ここ置いたらボーナス得られるんだけども、これを持ってたらここに置いた時にボーナス得られない、うん、だからそういうちょっとマイナスのもあるわけですよな、うん、あとこれとかは基本ここに4のパワーで置いたとき、4のアクション値で置いたときに6にしてくれたりとか、うん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 、プラスにね、うんうんうん、これとかやったらば、このカードを得るとき、紫のカードを得るときにプラス2にしてくれるわけやな、こいつを、なるほどね、うん、うん、まあだから最終的に得点を得ればええねんけども、まあここを目指していくのがまあ僕はいいんじゃないかなとは、そういうことやな、思いますがね、
あ、でも、もう持ってないもんね、今ね。何も持ってないからな。どれだ。軍事点、進行点、進行点欲しいよね。今、うん、ピリオドごとに生産やからね。ここは3ピリオドまでにここは貯めとけばいいんや、うん、ゲーム終了まで。ここには置けるやんな、今黒はね、うん、それでいこうかな。4円払わなあかんね。あ、そうか高っ。でもお金ってどうなんやろ、あんまり入ってこへんもんなんかな。お金が得れるは生産よ。あ、これをすれないと建物がお金を生み出してくれるイメージ。なるほどね、うん、そうだからちゃんと意味があるんよね。全部収穫やったらそういう資源系を生み出してくれるしみたいな。どこも生産やればこれも入るね、1以上絶対的に。うんうんうん、は全然わからんわ。4円払っとく？したらもう安心やもんね。したら5軍事点入り、ゲーム終了時には4点になるのはまあそうしよう。確約はされるよね。4円、うん、でこう、うん、で得る。それはそうそうそう、そこに並べていく。で4、じゃあじゃあじゃあ軍事点よ。あ、4。軍事点でいいの？大丈夫？軍事点？こっちやで。このマークは？それは勝利点、このマーク。これかと思った。え、これは、ん？これはどうやってあげるの？進行点？うん。あ、それ、これか、うん。なるほどね。で、ちょっと待って、考え直すわ。1、2、3、4、5。あー、わかんねえなぁ。わからんから聞きとこかな。こうやって何やったっけ、すぐもらえるの？1個黄色1個だけもらえる。あんまりいらんけど。でもこいつの力を発動させん、だからこれって領土って結局ここ持ってても、ここをやらないと発動は後々弱いんよ。そうね、よしよう。オッケー、うーん、なるほどね。これで1払って3にしてここかな、うん、同じところやったらお金払わなあかんねなかった。おお、そうや、素晴らしい、よく覚えてた。
そうなってくるよな。結局だってもう俺ここ置かれへんもんな、自分のところはな、うん、まあいっか。ねえ、まだ？勝利点コストは？コスト何やったっけ？2円と2期やろ。うん。で6。あ、そっちか。うん。なるほど。これ前もブルゴーニュこの戦法で買った気がする。このダイス目いじれるやついっぱい溜め込んで、うんうんうん、攻めてみる。攻めろ攻めろ。これは置かれへんもんね。こいつは置けんのか。色なしやからな。色ながないって考えるから、うん、ゼロやろこれ。うん。1、2、3、4、5、6、7。もう用済み。この人やばいね。でさらに3円払えばいいの？こうやもんな。すっぱだかやん。いいよ。で。即時効果で3円入りで、ここ置いたからキーも2円2個もらえると。さやまさん、そいつを使うには使用人が絶対的に必要やな。うん、これやろ使用人。うん、なあ、そういうことね。ゼロやからそいつは、うんうん、4円払ってここに。でどうなの？5これそれ軍事、うん、これはあれゴールじゃないわ、終了時に入るやつ、うん、そうね。1円と1恩恵どれにしようかな。2軍時点にしておくか。
終わり？はい、はい、で、こいつらどうなるの？除外です。はい、すごい、売れてややこしい。で、これも戻る。うん、で、手番順が今度俺からになると。なんでやったっけ？なんでやったっけ？ここに置いたから。ああ、そっか。うん、で、またこれが振り直し。ハキピンのわさび味めっちゃ辛くない？食べたことある？わさびないかもね、ほぼ。めっちゃ辛い。梅早がるあの、わさび、わさび、わさビーフとか、うんうんうん、比べ物ならんぐらい辛い。あ、そう。美味しいね、それがでも。美味しいけど、もうめっちゃ痛い、鼻が。ほい。進行点貯めとかないとな、ここで貯めとかないとワンピリオド終わっちゃうんやろ。めっちゃ進行点もらえるやつあるやん。ある？あるけど高いつ。これはどっちか選ぶパターンね。はいはい。割とそこ一択やな、そうなってくると。これってどうなんやろ。俺さ、これでさ、今さ、この時点に軍事点入るやんか、うんうん、これどっちなんやろな。言ってることわかる？あ、どの時点で入るんやろな。ちょっと待ってよ。カードを取る瞬間に必要な軍事点を持っているだけで。あ、じゃあ無理やん。え、でもこれはちゃうんじゃない？もらえるもんなんじゃないの？これはな。うん。そうそうそう。あ、じゃあここに置くためには3軍事点必要なんよ、俺。あ、そういうことね。で、今2軍事点しかないから。はい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 。じゃあ頑張って軍事点を上げないと。先稼がなあかんと思ってんな。これ何やろ？三引く二ってなるの？一。一でいい？そういうこと？三軍辞典持っていれば2引きますよじゃないの。2以下やったら引きませんよじゃないの。だから適当に言ってる。
あ、書いてるな。書いてるのかい。4軍辞典を持っている場合にのみやから。3軍辞典を持っている場合にのみコストとして、もなんか持ってればいいのか。持ってないよ、うん、俺はね。だから払わなあかんねんけども、何が欲しいやろな。軍辞典欲しい。悩め悩め。あ、かわいいな、袋の中の猫。あ、フィロー、うん、フリーゼや。フリーズマンフリーゼ、うん、緑のやつの人、うん、そこ並んでるん結構フリーゼ。あ、そうなんや、うん。今更そこそしゃべっとんの。いや、ちょっとチャッピーをインスタにでも上げてみようかなと思って。やっべ、あー、わかった。見えた。やっぱ大事やと思う、あの仕様に。非常に大事すぎると思う。山田きついもん、置かれちゃったし、置きたかったのに山田はそこに。そうだね、だからこれがやっぱワーカープレイスメントの楽しい醍醐味よね。先手が。じゃあ1払って1にして、先取って1円とで、なんか恩恵1選べると。木選んだら1石材なの。もらえんの？一緒にもらえんの？うん、ありがとう。はい。した場合ですよね。6でしょ、うん、7にするでしょ、おここでしょ、お2石材もらうでしょ、で3、2円払うでしょ、うん、で3軍辞典が1、2、3、上がるね。でもらってやっとゲット、ちゃんとね。あ、だからあかんのか。そうかそうかそうか。え？あ、違う。これはこのカードか。うん、分からなくなっちゃった。こっちね。人物ね、これはね。うん。じゃあ、黒で、これ、うん。4軍辞典あるからマイナス2されるってこと？ 4軍辞典持ってる場合にのみ、5やけど。あ。山田はね。これやろ、うん、あ、4軍辞典を持っている場合のみコストとして2軍辞典を支払う。なるほどね。4じゃない時はどうせ4軍辞典以上なのかな。どうなる。以上っぽいけどな。以上っぽい。じゃあ以上でいいよ。もしくはこの資源を払えばいい。どっちかでいいの、うん、あ、スラッシュ。じゃあそれでいくわ。両方やと思ってたよ、まだ。ボードゲームにおけるスラッシュって基本的にはどっちかやね。じゃあこれで、ね、うん、で、これはここ。で、これが3
うんうんうん。いつもらった？もらってない。はい。して。こいつを1にしてここに置き1でで、もらうで、2軍時点と違う、2軍時点と1使用人をもらえると、うん、ちなみにこのさ、もらえるときあるやんか、これ食らってたら、うんうん、まあこれは4になるのも当然やし、うん、俺ここではもらわれへんからね。なんで？いや、1やけどもマイナス1になるから。ああ。とにかくここと関係なく、ね、はいはい、そう渡辺さんこれ入らへんの教会なんで？あ、それはこれは収穫しないと、ま、収穫しないからか、うん、やばいな、無理やな、間に合わへんな。あと1個しかないもんな。これでお金もらうわ。そうか、俺7軍時点あるから4枚目も置けるんか。ただそうなると3円かかる。あ、ここは置かれへんし、ここやったら3円かかるし、3円かかるし、コストなし6円ってここか、うん、こいつ何 4! でっかい声 4! カードの即時効果。これが発展カードやんな。うん。収穫するわ。4でしょ、うん、5、6にして2個払って、うん、6で収穫ね。でまずここが入る、はい、木が1個と石が1個と使用人が1人、はい。で6でやったから全部収穫できると、うん、2軍時点、うん、1石で1個選べんねやろ、うん、すっげえ悩むけど、もうもはやここでもうここには間に合わないんですよ、うん、俺。そうやな。あ、でも後々のこと考えてキープはできるもんな。破門しませんよってなったらゼロに戻されるもんな、うんうんうん、キープはできることを考えた場合どれを取っとく。いやいやいや、
軍事点でしょ、ここは。一音形として二軍事点を時間にしようにしようかにしようにこれな、うんうん、でさらに一これで収穫して一進行点と一石をもらえると、はい、うん、3円払って覚えて、なるほどね、終わり、はい、でラウンド終了の前に今回1ピリオド目が終了やから波紋が食らうと俺は食らうわけよ、うん、ここにおるから、うん、で食らっちゃったらまあここのまんまキープなんよ、うんうん、で山さんは選択してきるわけや、波紋食らうかそのままおるか、おるんやったら何中めたけど、おるんやったら波紋食らうよ、ただでもここにおまんまにいけるよね、いいのね、うん、また貯めていくってことだよね、うん、そしたらその分3点入るのよ、うん、逆逆やな、違う、こうか、山田さんが違う、俺が0であんたが6でで3点か、うん、こうやな、6入ってもんな、うんうん、6足3やもんな、俺は勝利点はやってないから終わり、はい、でこれがまた入れ替わるな、うん、でワーカーは全部戻り、で、2ピリオド目になるぞと、あーまあでもカードがちょっと重めになってきた、重めになって下からいって、あ、はい、これを全部達成するのって結構現実的ではないよね。なんか一個か。じゃあ一払って。これってでかいの？でかいの？はい。強いか、頑張れるね、いくか、オッケー、ほんなら1やろ、
で置いて2円払いの2期払いの2石払いの6日進行点もらいの、これのアクション値が置くときやんな、マイナス4くらっちゃうんだよな。だから紫はもし波紋食らわへんねや、食らうんやったら早めに今のうちに取っといた方がええっちゅうことやな。ん？これ何だっけ？6やとした場合、うん、置くときに6-4で2になるのよ、うんうん、アクション値。紫のところだけ？うん、全部紫のところだけ、だけ、うん、ったんじゃいい。でもその引いた結果これを使えば増やせるからね、マイナス4値と。ついなぁ。1払って、うん、ここ。終始カツカツやな、このゲーム。割と金もない、うん、3コインルールきついね。きつい。進行点使うパティーンもあるんだな。なるほどね。これ何やろ、6グリーンマーク。一族駒を、これは一族駒を置くことなく任意の種類のカードを1枚得るためアクションをアクション値、そうやって6で実行することができる。あー、じゃあ1払って金がないな。金がないや。金。コストいるもんばっかりやな。そこもいるもんね。じゃあ。置いといたら。はい。悪くはないねんけど。
や、わかりました。これですね。ここやな。金が、そうね、なんか市場を、建物をもっと増やさな、何にもできんのかな、しんどいね。金はあるけどって感じやるな。でも多分山田さんもそうやろうけどさ、この指導者カードなんか1枚でも出せればだいぶ強いよね、おそらく。結構強力やと思うこいつら。これを活かせば、じゃあ、でもそうか、うわぁ、6つそういうことか。じゃあね、ここで、うん、1円やって、1円、1音形、1木材、石材を、あ、石材ももらえる、これやね、うん、うん、はい、おっそう、意外とシンプルに来たね。うん、あーでもそっか、わー間違えた、ラウンド終わっちゃうもんね、次で山田出したら。しくじり、どうしようかな、うん、金ばっかりやな。マジで。金ゲー。違う、こっちやな。6ね。うん。収穫で、一木材、一石材、一シオン。うん、で二軍時点でしょ、うん、一石材でしょ、一本形をですね、二金にしましょうかね、これね、はい、で一進行点、なんとかいった。おーすごい。でも食らってないからね、うん、こっち食らわずにいたからね、そりゃいけるわなった。で一石咲いた、はい、はい、そうか、しくじったな。頑張れ山田さん、いけんのかここまで。いかへんいかへん、もうそれは諦めないけど、諦めないやん。それはええねんけど、
でもちょっと待てよ。ん？あ、いい。ちょっと待って確認しとく。俺あれやね、これはいいのか。ここでさ1使用人得たやんか、うん、でも俺あれやね、厳密に言うとないね。ああ、そうだね。じゃあああ5にします。はいはいはい、3石材払って、はいはいはい、3石材払って 2軍事上がり、はい。で、これ速だよね、2点。で、一応もらえる。3人払った？これ。3人？え、何やろ、ここ。あ、ほんまや。うん、はい。うん、でいいのか、私それで。いやいや、ちょっと待って待って、考えろ。いや、強いな、ここやな。4円払い。進行点って何やったっけ、これ。うん、4円払い、2軍時点入り、で、これが、これ使わずに、うん、6って書いてるでしょ？うん、6書いてるので、この一族駒を置くことなく、この1枚得れんのよ、 6以下の。あ、でもコストは払わなあかんよ、この俺なんかあるから。もう3円は払わなあかんねんけどね。ああ、そういうことね。うん、おらんかったらやねんけども。うん、うんうん、その場合は3コイン払わなあかんから、まああんたがおるから、まあ3コインは払わなあかんわけやろ。うんうん、で6やから、ここかここか5、うん、でもこれ払えばいけんねんって。ああ、シンプルにこれが一番強いと思うんだけど。3払ったもんね、今ね、3円払って、うん、じゃあで7軍時点あるから、うん、これで得たので4円もらえると。うん、あ、そうか、これね、さっきの方か、うん、終わりですかね。
わあ、もうこれは欲しいね。でも思ったよりサクサクかもね。意外ともうだって次3ピリオド目入るし。ああ、ちっちゃい数字ばっかり出しよってほんま。いけるんちゃう？三進行ぐらい。これやろ？行こうかな。うん。でもこれ取らもう今後これ取らへんにやったら別にそんなにダメージはないやつ。いやでも別にいいもんね。5円払えばいいやろ。うん、黒やしな、3やしな。うん。これで青のカード初めて取った。で3123。一使用にマイナスキッチ。チッキーね。何やそれ。なんでお前2人しかおらへんの。もうきっつー。山田も2人やから大丈夫。正直さ、こっち置きたいやろ。そらんじゃん。こっちなんかに変わってる暇ないかもあるやんか。あれやよな、前やったあのバカンスのやつ。バカンスっていうかビールの休暇のやつ。ああフィニッシングタイム、うんうん、あれの ここに置くみたいな。そうそうそうそ そう、そ う、 もうこっちなんか妥協で置いてるからさ、もうやることないから置いてるみたいな感じだけど。ちょっと待てよ、どうするか。なんかあるやろ、ええのあるやろ、ええのなんか本当に。いや、そうやねんけど、そうそうそう、ほんまそう、ほんまそうで、それそうなるとどうなるの？そうなるのか。一個見えました。はい、これ取られたな。あ、よかった、よしよしよし、そういう反応があるならばまだよかった。で、そっち行くか。コストないもんね、うん、で、俺は一人しかもらわれへん。はい、と、1期で、いらっしゃいと。12あるもんね、うん、じゃあここで1円もらって先手すっきゃね。いや、じゃあね、俺2個あげたいねだけ。でもこことかもあるやん。コスト払われ。あ、うるおってないね。意外とないねんね。だって山田一回も収穫してないの。ああ、そうかそうか。やっぱ収穫しやな、こっちきついんか、うん、なるほどね。で、俺の番、うん、で、これを出せると、これが5枚になったので、はい。で、こいつの能力は領土か、この色付きダイス、うん、色付きコマは、これに関係なく1個は6になるのよ。手番中1回だけね、うんうん。いや、おるあれ、うん、うん、俺か。ただ6になったところで、
そこやな。色付きの方やもんな、こっちは。じゃあこれを、うん、そうか、1個得たもんな、さっき。これを6とした場合、こいつの能力でね。で、これは使いました。次のラウンドでまだ使えるからね、うん、6です。で、1払って7にしてここに置く、うん、で、2軍時点が即時でもらえ、うん、3勝利点でしょ。はい。で、コストとして木と石材をポンポコポンと払って、いらっしゃいと。きついな。これ何？ここ、これ何？これは使ってないかな。うん、すまねえね、ごめんごめん。皆さん2個残ってるもんね。うん。そう、コストが払えんてぃ。そこ条件そうやな、きついな。ポストが全然ないから、じゃあこいつは無色の駒を7分時点と三進行点、はい、無色の駒をプラス3にできますよと。方法、なんか この辺に悪くない？ S から始まる、 S と M の ほら、こっちな、そっちか。なるほどね。永続で、で使用人駒使えば増やせると。うん、そうそう。結構強いんじゃない？爪さぬやろこれ。そう。からこれ使って、うん。52なのかな？52して。うん、ここやから3を払って俺がおるからね、うん、うん、で1が1個入り、はい、でこれが2人人が帰ってきて石が2個で、でさあちょっと分からんねんけどさ、うん、建物に糸、あ、そうか、で、進行なんないです、大丈夫、俺、うん、どうしよう。まあそこは正直今取るなら今やなって感じ。
なんとかなるやろ。あ、そう、一応なんだろう、ある。2をプラス1して置いて4木材払い、4木材も持ってるのあなたすごいわね。で5やけども俺は4なわけやろ、4人しか来ない、ね、なんか知らんけども、あんたはこの進行に逆らってまあそういうことかな。ほんでで、自分の手番中シドカードいつでもできるから、これね、紫にとこれ4枚以上でいいから、うん、で、これの効果をワンラウンドに1回使える、これはワンラウンドに1回4点毎回入る。なるほどね。これはそういうカードもある、あったかな、まだなんか全然そういう、なんかそんな難しいカードばっかりなの。でもでは、8ないとあかんから、しゃないし。なんや、お前誰や。これか。このカードやねんけどさ、使用、必要条件使用人15個までさ、うん、ラウンドごとにその時点であればいいんやろ、うんうん、あ、そっか、減らへんの、うん、あ、じゃあいいわ。15個も使ってさ、評議会の恩恵を一つ受けますやったらさ、全然いらんねんけどって思ったけど、持ってればいいってことか。そう、あ、全然持ってないんですけど持ってから言えやお前それ、でもほんまにや、15個って結構きついね。きつい、きつい。けど、使って金がないから、もう金をもらっとこう今は一旦、はい、だから、まあ、やっぱりこれはやっぱりちゃんと2回目以降はドラフトで決めないとちょっとしんどいの、しんどいやろな、それはそうやな1回目やからちょっとまあそこは堪忍してくださいよ。いやいや、でもこいつ強かったかもしれへんね、結構。ああ、そうね、こいつ絶対1個は払わなあかんもんな、これをな、うん、映像化やしな、しかも。そうそう、したらなんか一旦使ったらこうすんの。あ、でも映像化、映像化はいい、いい別に。もう変えてるもんな。でももらうことはできんねやろ。もらうことは、いや、要するに先手欲しいからっていう感じで取るから、どうしようか。ここで3の これええな、3し恩恵を3回受ける。あー、いいな。全部違う恩恵選べってことやな、ノットイコールやから。これはなるほどね。でもまあどこに置くにしても3元かかってきてしまうので、だってたらば、ここやな。にゃー、待って、考えて、金が欲しい。これが起き上がった感は正直否めん。否めんから、申し訳なし。ちょっとどこやったっけ。そうな、それもそうなってくるから、人物カードも別に得点ならんしな。でも人物いっぱい持ってたら、つい別にバーっていっぱい取りたいのも取り放題になるんじゃないの。人物、うん、人物違う、この紫子に。あー、そうね、一旦4、4、
ですね。わかりました。なってきた。合身交点取っとくか。これやな。置くんかーい。こっちやね、やっぱりな。四人じゃない？あ、四人か。はい。終わり。はい。で、いや待って。でどうすんの？いや、まだはいいかな。あ、そう。あれどうしようかな。まだはいいわ。紫。別にそんな取らない。すごいな。逆にここまで行って最後波紋くらえば30点もらえるんや。バカにならんけどな。これもな、30ってすごない？確かに。ここだ、 だって20やから、ね、次で終わり。あと2ラウンドあるわ。2回。そういうことやんな。次この波紋で終わりってことやんな。うん、いけんちゃん意外と。そんなに、え、だってしてもさ、青、まあ多かったらあれか、多かったらだけ。青、そん、俺1枚しか取ってないからな、うんうんうん、今回の波紋はビビらずに。うーわ、コスト3ピリオド目高っ。やばい。えぐ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 、誰が払えんのこんな。で、カスガ、カスガ、トゥース、トゥース、はい、皆さん。いいな、こっから3ピリオド目鬼やな。鬼のコストやな。どうする？何にもないで、何もできひん。金、とりあえず金取っとくか。1、2、3、4、5。まあ、取り急ぎこれはやっときますね。4点入るやつはね、うんうんうん、マンダラと違うので重なりますよと点数はね。あれイレギュラーで、これなんで6と8ないの？どういうこと？12もないか。あ、ここの点数が違うだけか、うんうんうん、そういうことね。にゃあ、
クションスペースって何やったっけ。ここもう全部。ああ。ん？アクションスペースから受け取る場合は負荷って書いてんねんけど。どれ？サンタリタ。発信工程持ってるやつやんな、うん、発展カードと即時効果として木材駒か石材駒か、ああなるほどね、木材か石材か使用人駒やろ、うん、発展カードの即時効果とにかくここだけ、ここだけで得るとき、ね、こことかこことかここで得るときはあかんってこと。発展カードの即時効果。オッケー。中村さんやっぱ？ちょっと待ち、考えて考えても考えてもちっちゃいな頭じゃな。鳥頭の。でもね、なんやかんやで六。これやな、はい、4、5、6にしてドン、はい、収穫、いいなー、これはカードごとに見ていくんだな、各カードにか、だからまずここからやから、うん、木材と石材1個ずつね、うん、次これ、うん、2軍辞典と1石、うん、で1あれ進行軍事かな、で1進行と1石、うん、で1円と1石と2期、やば、でしょ、で1円と2期、以上、やば、めっちゃ持ってるやん、難しい、まあでもじゃあここで8円、払うね、うん、軍事点が欲しいのかな、そう、にしろ8点で7軍、7軍、あ、待って、間違えた、そう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 、軍事点いらへんねん別に、むずい、無理やな、普通に。
うん、なんかそっちで言ってもよかったかな、ミスったかな。ここでこれ音形でいこう、うん、で石いこう。あ、違う、中にない。じゃあもうやっぱもうここにするわ。こいつじゃなくて、1のやつ使ってるから2かな。じゃあそれでで7分時点入れればいい。うん、安心ですよ。僕が欲しかったの。一石と一音形で。まあこっちかな。うん。で。切ることがないね。こうしとこか。1円ね。うん。あとこれもどこかな。いや、こっちにしとこう。いや、来たのやっぱ。こっちの方が。これを使って、うん、こいつを6にして、で1個払って7にすると、うん、で2円入れで、コストとしては10マイナス8やろ、うん、これをこれも関係ないからね、うん、その時でいいから1、2、3、4、5、6、7、8で3円払うのかな、うん、で2円入るのか、よくやな、2円払っちゃった。で4進行点入ると、うん、
ここやんな。1払い1円取って1進行点か。はい。はい。終わりかな。これ赤で1でこれやります。いっちゃったできへんよ。なんでこれしかできへんよ。あ、そっか、ここは関係ないんか。え、どういうことやったっけ。じゃあ6出せばいいか。6やとまあ全部できるかな。うん、うん、もしくはこれに2払ってでもいいけど。2? これ3なんやろ。あで2個払って最低が5やからさ、一番でかい。あ、そういうこと、ね、6やとちょっと1余るからもったいない。なるほどね。じゃあそうしようか。じゃあそれでこれまず1個ずつ、うんうん、と三木材、三木材1のお金と1の人とで2と2の人と1の人とやっと潤ってきたこの段階で。はい、おしまい。うーわ、分からなくなっちゃった。俺ミスったな、さっき。さっきさ、うん、これ俺3枚目とかこれを得たのね、さっきのなので、うんうん、ただ俺これ食らってたから4食らってたと思うねんな。いいわ、分からんからもうなんか4個捨てとくわ。3でいいか、最低多分1やと思うから、うん、そしたら4になると思うか ら, だからこれがどこにあった。いやもう4捨てとく、なんか反則してると分からん、ごめん、ここは申し訳ない。もう全然分からへん、うん、山田もそのまま持っててもいいよって感じだけど、多分大丈夫。これ4つ払っとけば。はい。全然何でもいいですよ、山田。で、俺。何しようと思ってたんだっけな。なるほどね。あ、とりあえずこれね、4点入れの、うん、難しいな、意外とちょっと使い方が分かんないな。そうか、だからミスったなとか、やっぱこれはいったかもしれへんな。今さっきまああれやったけども、うん、これってすごい進行点系が出てくるから、そう、ね、今俺進行点稼ごうと思い出した時にちょっときつい、きつくなってるよね。まあでもいいや。
6でしょ、うん、で俺4になっちゃうんでしょこれが食らってるから、うん、でも2やろ、あ2になっちゃうんか、うん、で置けるは置けるでしょ、うん、で10を1,2,3,4,5 にしてでどっちかでいいからこれは増えてこうかな、で今10減ったの、えこれ、ああそれか、うん、じゃあ2,2,3個払って5にしてこれ、うん、で1軍事入りで5点、あこれも払わなかな、うん、1と1,2,3,4個払う、払う、1,3,4,5、うん、でこれが1個入る、うん、なるほど、生産も強くなってきてるね、あ、まあいいか、ちょっとやっぱ入ればいい、いいよ、ごめんね、4個置く場所変えたい、何個下がんのこれ、それは動いてないやろ、なんで動いてるの、あ、そうか、1、じゃあ1、じゃあこうか、2,3,4,5やろ、うん、でこれも1個下がんやろ、うん、こっちにするわ、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9やろ、うん、で3個と1個でいいねんな、あと3円やろ、あと3円ね、あ逆や、ここでいいのか、クラストか、やってくるかな、どうやろうな、それが読まれへんから、じゃあね、欲しいのはそれだが、まあ、
最悪の最悪。あそこだと行けない。どっちだどっちだどれ。多分合ってると思うねんな。3円払えばいいんやろまず、うん、で、2円と2円と2キと4石で9点。やるかやるやろそらで青1枚につき1点で1枚しかないから1点とこれ1円払ったら1進行払ったら2点、うん、とで1円払ったら4点と両方生み出せろ。あ両方なのスラッシュじゃないの、うん、それスラッシュじゃないね、うん、じゃあ2点もらってで1円払ったら2人と4点以上。なるほど。うーあーこれやな、もうそっちしかないわ。じゃあ金はある、いける、 OK、うん、これを6として使うね。はい、2やけどね。で4円払うとコストとして、うん、してまず2進行点入るんでしょ、うん、でこれで4の収穫アクションが即座にできると、4以下のやつか。なのでこれがこれとこれができると。そういうのもあるのか。なんで、うん、なのでこれはもらえないで、1石と1金がもらえる。であとこっちね、1金と2金がもらえる。 OK。わあ、お金ないな。無理やな、これは。何？全然分からんけど。そんな全然勝てる感じやけど今までさんは。いやいやいや分からん。分からんけど、いや言うと。俺、塩に今おらんねん。で、残ってんのこいつやねん。うん、何もできんねん、最後。お金、あ、ほんまや。もったいなすぎる。これはもったいな。じゃあ、大丈夫や。俺はここに置きたかったん。最後、1進行が欲しかったん。なるほどね。知ってるわー。それは、ちょっと前です。
ことがないからな。しおり使いすぎ問題。気持ち点数だけ取っとく？もう絶対追い抜かれるけど。一やろこれが。四出せばいいんやろ。うん。で何がもらえるの？キーがまずもらえるのかな？と三点。三点。違う。一応。でもパスしかないもんね。そうね。そういうケースもあるよね。あるでしょ。パスについて一切。ああ。うん。以上です。はい。では波紋をどうするかですね。山さんは波紋ですね。山は波紋で、俺も波紋されますと。で、その後で勝利点を得ますやから、山田さんは3点入ると。めっちゃ抜かれるやん。で、俺25点入ると。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。すごいね。25で、終了となるわけなんですが、得点計算やっていきましょうか。いいなと。どれからいきましょう、はい、このじゃあしょぼいのからいきましょうか。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。なので僕は3点これで入る。9。そんなにある？それ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。 違う違う、5個で1点やね。違う違う、だ9個やねっていうこと。ああ、ってことは1点の。うん、びっくりした。え、使用にも数えた？あ、使用にも一緒、うん、全部お前。じゃあ、うん、じゃあ 2点ね。はい、じゃあ森いきましょうか。はい、森は僕20かな。72。やば。山さんは森どうやって数えるの？ここ。で、人物カードの得点はお互いなしやね、これで食らってるから。うん、うん。で、最後というか、これかな。28。すごいな、そんなに。11か。これ足す、これ足す、これやで。うん、うん、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。なんて、11、10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 
山さんの方が上やから、うん、山さんが5で、これ入れた？これ足すと何点なの？全部資源はそれか。
はっきり言ってんよ。10でも7、10、6、7、だから3点やな。ちゅうことで102vs62 という結果でございます。難しいねこれは。差がついた。いや見事なゲームだった。何やろな、これがちょっとまず使いにくいのかな。初めてやと難しいよね。一応基本はこれ入れへんのよ。ああそうなんや。なくてもよかったかもしれへんな。ただないとどうなってしまうかっていうと、ないはないでいいねんけども、うん、多分選ぶことが多分一緒になってくると思う。お互いのさ、なるほど、ね、思考がバラバラにならへんから、うんうんうん、っていうところがあるかな。で多分確実に1回 で理解できるゲームではないと思う。ではないな、うん、ま、計算時もここどうやったっけってなってたから、うん、それ聞くだけじゃこれを理解が多分無理やと思う。うんうん、でも素晴らしい、さすが高評価なだけはありますね。見事、うん、ボードゲームって感じやな、なんかそうでしょ、なんかおーっていうより、あ、うんうんうんって感じ。すごいわこれは、素晴らしい。多分俺が今更取り立てでこんなことを、こんなんもう3年前のゲームだからさ、うん、多分言われきってるけども、このワーカーに力を持たせるっていうのはすごく、はいはい、すごい発想やと思う、これは。そうなんや、基本はどこにでもワーカーって受けるから、うんうん、うん、いや見事だね。この波紋のシステムもすごく面白いかな。うん、素晴らしいね。だから、なんやろな、どこを狙うかよな、結局は。いや、そうやな、これをしないと点数が入らないっていうことをもうすっかり忘れてたもん、最初の方。どれをしないと、これをしないと点数というか、点数が資材とか。そう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 、な、そうやね。これをすれば資材が入る、これをすれば進行点が入る、そうそう、まあ、このカードを取ればみたいなのがまず全然分からへんから、うん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 、まあ1回目はこんなものよ。そうね、うん、まあだから矢野さんのルールがまだ追いついてないプラス俺のサイコロの振りが悪かったっていうのがあるから、あとなんかサイコロ、そこで俺のせいにしといてくれしって言うならば、うん、サイコロの振り方は最悪やからね。そうね、いや面白い、マゾゲーっぽくて面白いかもね。常に苦しい、なんか安定は全然せえへんね、終始多分。あ、写真撮る撮る撮る、よっき、はい。